え、イクラは2個だよ多分。え、1個だったんだよ。え、なんかさ、イクラでもさ、築城みたいなのもあるじゃん。多分そっちの高いさ、普通のお皿は黄色だけど、その一貫のやつはさ、黒いお皿みたいな。わかんない、どうだったんだろう、わかんない。絶対そうだよ、高いやつだよ。ガビーン。でも美味しかった。キュウリ乗ってないわ。キュウリ乗ってないやつ食べたわな。あ、そうだよ。え？いつもの普通のやつ食べたね。いや、刺さってなかったわ。いや、だから高いやつなんだよ。え、全然気づかなかった。高いのいっぱいと思う。全然さ、そういうの見てないんだよね。美味しそう。美味そう。でも、まあ、え、見ない見ない。でも私もね、この前家族で行った時になんかめっちゃいいの頼んじゃって、うん、でも美味しいよね。しかも全部100円だと思って頼んだら200円で1貫のやつで、やばって思う。な、寿司でラーメンも食べた。うどんうまいよね。うどんも美味しい。やばい。ありがとうございます。まな一番あれが好き、マグロ。まなサーモンちょっと苦手なんですよ。まつげに目が入る。まなちゃんいっぱい食べて元気になってる。ありがとう。最近ラーメンとか食べてないの偉いですよねえ。ちょっとまだ昨日は食べたんだよね。久しぶりに食べた。ちゃんとした。なんか今可愛いよパジャマ。可愛いな。うん、さ、学校の体操着なんだけど。ねえ、ダサすぎ。中学の頃の体操着。そうね、めっちゃダサいの。なんか可愛いの。可愛いの。気遣いなさい。マナのパジャマ今度見せてあげるよね。写真送ってね。いいよ。じゃあ一人で携帯机に置いてピースして撮ってあげる。可愛いそうマナ。寺田家の長女になりましょう。わかった。じゃあ今日から寺田家の長女になる。寺田マナ。マナ。あるだろ。寺田マナ。弁慶ののどぐろの粗汁で美味しい。まだ行ったことない。そう、昨日やるって言ったんだけど。マナちゃんに会うまでに3キロ痩せる。マナも3キロ。で、今日は昼夜公園なんかできないなって思ったんで、明日大阪は行けないけど、他の班とか行ったら楽しませてあげてね。イエーイ。だから、いっぱいコメントしておいてください。明日の昼間まで。そしたら、握手会来て来て。握手しよう。テラヒナの妹ちゃんと会ったことある？会ったことあると思う。あるよ。あるよね。なんで？え、あ、ちょっとあるわ。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 ある。でも1回しかその時だけかも。あ、2回だわ。1回さ公演、うん、で2回目青とめっちゃ仲いいの。いいなぁ。やっぱ同じ精神年齢だと思ったんじゃない、妹ちゃん。なんかサインくださいって言って、サインもね、プロフ帳も書いてもらってた。お姉ちゃんになれるね。でもまださ、末っ子だから絶対無理だと思う。風に合うが隣に来て、私が風呂入ってる間に会うと妹が遊んでるゲームと会うが妹に勉強してくれてすごい、なんか慣れるの早くてお腹すいた。やばいね。
え、待って今何時？じゃあ9時。みんな、わたるもありがとうね。じゃあもう皆さん30分経ったみたいなのでそろそろ終わりたいと思います。来年もよろしくね。みんな良いお年を。バイバイ。バイバイ。もう私来るのが来るから早めに待って。またね。良いお年をみんな。バイバイ。バイバイ。これ終わっていいの？あ、スクショタイム。はい。目にまつげが、うん、まつげに目が。バイバーイ。